そう決めてもらった髪型でハーフアップって言われて、でストレート好きなんだよねって言われて、あ、じゃあストレートしますって言って、でハーフアップはって言ってもらえて、ハーフアップしました。で昼はストレートでここを編み込みで下ろしてた。でも暑いからちょっと多めに髪の毛取ってもらってたんですよ。だからちょっとそう今回もちょっと薄めに取っても、三つ編みが太めで可愛いんです。いやストレートやっぱ可愛いわ。ストレートハマりそう。アイスレモンさんクッキーありがとう、超可愛い、嬉しい。ラベチーノさんハートありがとう。ウェイさんクッキーありがとう、ありがとう。気づけばあんちゃんしか見てなかった、濃いじゃん。テンションエグさんワンタンありがとう。アイスレモンさんクッキーありがとう。もちろんだよ、2階の方もねいっぱい見てます。ヤカさんクッキーありがとう。マシュマロもありがとう。どっちも可愛かった、嬉しい、優しいね、ラブだ。ありがとう。2階にもしっかりレースを届けてくれてほんま、アンプ天才、もっと褒めて。 この辺最高でした。私もです、お疲れ様です。アイメイクかわいい、嬉しい。今日さ朝起きたらさ違うところに線できてて、ほらここ焦ったんだよね。でもなんとか、みつさんにユニット選んでもらえてよかったね。みつさんに選んでもらえてなかったけど、運営様に選んでいただけて嬉しかったです。いやでもね、生誕って結構なんか誰とできる、誰としたいですかとかあるんですよ。だからそう、ミツさん、抹茶屋私のこと選んでくださったのかなと思って嬉しかったんですけど、近かった。あ、負けましたさん、クッキーありがとう。コールと解きました、たくさんありがとうございます。暗闇トラブル。え、花だれのさ、ララララからなんかちょっと不思議な音、なんか音が鳴ってたんですよ。なんかすごいホラーになったんですよ。私さ、あれは、あの普通にさ、ファンの人が歌ってくださってるのかと思ってさ、なんか、うん、ファンの人歌ってくれるんだと思って。でもなんかちょっとおかしいな、なんやろ、なんか歌ってるけど頑張って歌ってんのかなみたいな。 なんかそのなんかさ、頑張って歌うとさ、ちょっとさ、なんて言うの、なんかあれじゃん、だからさ、そういう感じかなって思ったらさ、あれと思う、ちょっと違う、何これと思って、ララ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 からもうおかしいと思って、あれ暗闇始まって、あれ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 って思って、どんどん音が消されてって、気づいたらアコペラになってた。 どんどん曲だけ消されてった。ほらありがとう、シェリーさん好き、ありがとう。今日もありがとう、めっちゃ大好きだった。私も大好きだよ、今日も来てくれてありがとう。マジで濃いです、今日もめっちゃよかっこよかったよ。アンピには上を目指してほしいから今回本音で書きました、手紙楽しみにしてます。届くの。今週後ろからネズミばかりだけど、アンピはなぜかよく見えるんよな。ありがとう。今日もありがとう。なんか、ね、ぶら下げてくれてありがとう。寝る前に寝てねって来てるよ。配信見る前に寝てねです。間違えました、察しろ察しろ。何すくぶしよかったありがとうございます。後ろの方だったら見てくれて、そんな来てくれるの本当に嬉しい。今喉が枯れて嬉しいっていう謎の感情、ありがとう。いっぱい声を、私を名前呼んでくれてありがとう。 そのくだいみちさんの反応と安否の掛け合い面白すぎた。 ありがとうございます。ブザンホテッドさんワンタンありがとう。ね、きっと来るになりそうだったよね。 なりそうだった。ブザンホテッドさんいっぱいワンタンありがとう。先週だけどバズルメット、ベニューオーワン、あ、見ましたよ。ありがとうございます。 ローズさんクッキーありがとう。 DMM 配信がぶっ壊れてると思った。確かにね、 DMM 見てる人もあれってなるよね。よりあれってなるかもね、 DMM だと。長友さん好き、ありがとう。好き。ラン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 。確かに最初からなんか音ずれてねと思ってたの。だからアカペラ最高だった、ありがとう。コールはアンナーって呼んでください。
明日の予定忘れてませんよ。よかった、私のこと忘れないで、ね、1時間目の人とかね忘れがちだけど、忘れがちなんかは知らんけど忘れないで。ポーズのバリエーション少なくてすまん。え、全然楽しいよ、いつもありがとう。サーリカーン、今日安否のうちはめっちゃ出しました。ペペペンライペペペペンライペペペペペペロンチーノ、ドッキリか考えた。アンピカレマヤさん上手く、上手くなったよね。マジ？ありがとう。ありがとうございます。最初なんかあったん？遅刻したから知らんの。あ、そう。最初ね、音がちょっと不思議な音になりました。それでは聞いてください。結束バンド忘れてやらない。最近結束バンド聞いてないわ。聞かないと。モンブランさんありがとう。アンピってコールしてた。全然あんなって呼んでくださった。なんかね、そう、私もニックネームと一緒がいいのかなって思ってたけど、アンナーがアンピーよりアンナーの方がやっぱ呼びやすいらしいから、アンナーでいきたいなって思ってるから、ぜひ次から。今日の声でアンピー見てめちゃくちゃ綺麗で感動してました。嬉しい、ありがとうございます。褒めてくださり、あつ村に来た。うん、わらつけんな。あつじゃないか。スカルさん、クッキーありがとう。マジで可愛かった。ありがとう。ペンライトドキドキ、次こそは。ありがとう、来てくれて。打ち合わせてくれてありがとう。チーチーレモン見つけて買っちゃいました。私もね、昨日、名古屋で見つけたんよ、コンビニで。買うか迷った。でもさ、ここで荷物増やそうと思って買わなかったけど、買えばよかった。チーレもいいな。ドラさん、クッキーありがとう。アンピのお宅してましたね。フェンライダーありがとう。鈴木って言ってるとたまにアーナになる。アーナでいいよね、むしろ。ナオさん、試験ありがとう。 ST48 2期生の香川県出身、アンピーこと川端アンナです。ありがとう、覚えて帰ってください。 DMM で見ててアンピの髪が綺麗でした。最近美容院に行ったばっかりだから。実務のアンナちゃん見たらマジで可愛いのよ。チッチレモン見つけたんだけどね、買わなかった。中華弁当はまだですね。今日も京都でピシカカタン、ピシカカタン、ピシカ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 。ストレートの髪がめっちゃ綺麗で顔も可愛くて安否最強を感じた。まあね、もっと言っていいんだよ。ありがとうございます。200回目方もありがとうございます。嬉しい、そう言ってもらえて。荒ぶりすぎて落下しないか心配でした。2階からよかった、落ちなくて。誰も落ちなかったね、よかった。未だ私落ちた人見たことないけど、気をつけないとね。ペンライド落とした人とかいるけどね、めっちゃ静かな、なんかちょっと MC 中に子供みたいな。あったりしますけど、そう。でもなんか声出しができるようになったらさ、自己紹介がめっちゃ嬉しいの、楽しいの。あと MC がバリ楽しい。なんかさ、反応してくれるじゃん、あーとか、おーとか、今日とか頑張ってって言ってもらえたじゃんとかさ、すごいさ、やりやすくなったよね。空気を読まないでいいという、空気を読まないでいいというか、前まで空気がさ、黙ってたからさ、そう、なんか動いてなかったじゃん。そう、楽しかった。ピー可愛かったよ。ありがとう、ありがとう、いっぱい見てくれて。シャーリーさん、キャンディありがとう。公演楽しかったです、ありがとう、来てくれてありがとう。ナナさん、クッキーありがとう。ひらやしさん、クッキーありがとう。トーコ、クッキーありがとう。メイク決まってる？ありがとう。すっぴんはちょっと出れないな。そう、 MC の反応があるってめっちゃいい、最強。こっちも声で反応できるから楽しい、ありがとう。ミジさんとセプトの話になった時、ユミエリさんって呼ぼうとしたけどひよってやめました。やんねよ、やんねよ。土の子、そう、土の子探したいんですよ本当に。私ムーっていうね、ちょっとあそこでは濁したんですけど、ムーっていうね、私知ってますか。そう、未確認生物とか心霊体験とかをして送ったらワンチャン雑誌に載れるっていうやつです。私雑誌に載りたいんです、ムーっていう雑誌に。
をそれを目指してて、土のでその中でもやっぱ UFO とか見たっていうのもあっても、 UFO とかって結構みんな見てると思うし、確実に乗れるのって土の子だと思うんですよ。で土の子を捕まえて、で土の子捕まえたら賞金も出るんですよ。 でもそんなめっちゃ高いわけじゃないんですよ、賞金。なんで賞金目当てではないんですけど、まあそう、なんか UFO 見たってさ何もならないけどさ、土の子はさ結構大々的にニュースになると思うの。だからちょっとニュースにも なってちょっと一躍有名人になりたいと思っております。応援よろしくお願いします。ぜひ行きましょう、行こう。え、土の子1億とかじゃないよ、もっと低いよ。なんかね、地域によってあるんよ値段。なんかそんな高くなかったよ。7億じゃないよ絶対。今まで拍手とメンバーの声だけだったから本当に全然違います。しかもクワトロよりも人数が今日はゲーマンと多かったから、よりあのいい圧を感じられてすごい楽しかったです。明日オンラインサイン会ってすっかり忘れてた。見れるけどね、よかった。私サインまだ書けてないんだけど、やばいやばい、書くね。11時くらいになったら書くわ終わるかなマジで。次は高松、瀬戸内巡り、楽しい、話せるじゃん、嬉しい、ありがとう、いっぱい来てね私の連に。密かに言ってたよ、ありがとう来てくれて。スティーム担当いないからチャンス、チャンスか。10万から100万か、100万とかでかくない？でも10万も10万で高いけどね。高いけどなんかさ、想像してるとさ1000万とか考えちゃうじゃん。私そんぐらいだと思ってんの、思ったより低かった。ヘビ平気じゃないですよ。でもなんか土の子ならいける気がする大丈夫だよ、さ素手で掴まなきゃ捕まえられるよ。ヘビは好きじゃないけど土の子ならいける気がするんだ。裏何書くの、絵描いとる。スペイビで、ああいいね。 ST メンバーに未確認生物いますか？いやまだいないですね。3期生でワンチャンあるかも。今はいないんですけど、現在いるメンバーでは。今後可能性はあるかなって。直近では3期生が、うん、そう3期生もね今ちょうど入るか入らないか時期ですかね、きっと。入るか入らないかというか、最終が終わって入るか入らないかっていう時期だと思うので、うん、でも未確認生物だと判断されたらね、運営様がだからといろいろ質問とかされるのかな、その子は。でそれでもね入るってなってくれたら嬉しいなって思いますね。何の話とんこれあと14万、すごい、あとちょっとだ、達成したい。ホワイトデーのキャンペーン達成したい。15日までだからあとちょっとだね、達成したいです。大好きさん、好き、ありがとう、ありがとうございます。3期生気になりマンボウ、私も気になってる。でもね、なんかでもね本当に誰入ってくるかまだそう決定みたいなのは決まったかもしれないけど、知らなくて私も。そうもう本当にそのちゃんと入ってきてレッスンとかで会えるぐらいで、1回目初めて会うのはそれって言ってたから。私たちも先輩に会ったのは、先輩がレッスン終わりにそう挨拶したぐらいで、先輩も全員いたわけじゃなくて、ココさんはいたんだけど、手振ってもらえたんだけど、そうだからそうなんか、がっつり会えるのはいつなのかね、わかんないけど、それまで誰が受かったかも知らないらしい私たちは悲しい、知りたいな。でもね、予想してる子いる。あとね、入ったか分かんないけど、そう知らないけど。太郎さんワンタンありがとう、みのるさんワンタンありがとう、ミスタラさんマシュマロありがとう、マシュマロ、ミスタラさんスペシャルクッキーありがとう、ハムハム、土の子パンダ私も好きだよ、妖怪ウォッチのね。リサラさんキャンディありがとう、うめ、
初披露向けて極秘レッスン中ではまだねそこまでねメンバーが決まってない段階ですね。オーディション終わったけど、あとなんだろう、最後ですね。フォローありがとう。多いと聞きました。あ、そうなんですか。どこ情報ですか。予想は15人どうなんだろう、どんな子選んだんだろう。それな、でもなんかね最終オーディションの話とか聞いたよ。マネージャーさんとかダンスの先生とか、なんか最終オーディションはこの曲やったん、ダンスのオーディションはこの曲やったんだとか聞きましたすごいダンスが上手い子がね、バッキバキの子がいたよとかっていうの、その子が入ってきたかどうかは知らないけど今年初安否でした。あー、ありがとう。お疲れです。ダンさん結婚してありがとう。待ってて。3期生にとってはアーナは未確認生物みたいなもの。え、嘘でしょえ、長友さん好き、ありがとう。私も好きだよ。3期生受かりました。今絶賛レッスン中です。嘘つくのやめてもらって沼沼さんクッキーありがとう。そう、楽しみですね。まあね、私という存在がいながらもね、3期生に浮気とかはね皆さんしないと思うんですけど、まあ楽しみだよね。楽しみの気持ちはだけは置いといてね、釣られないようにというかね、私のことしか考えてないだろうから、別に釣られる釣られないも釣られるとかもないと思うけどさね。メンヘランナちゃん出てきて、やばいやばい、抑えないと。お疲れ様です。大和さん好き、ありがとう。好き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 。ひなぎくとゆめりの誕生植物祭、奇跡でした。ありがとうございます。ありがとうございます。3期生に安否どんな感じで見られるのか気になる。確かに、どうなんだろう。気軽に話しかけてね。見てる？見てないか。かわいすか、企画外で未確認生物なんです。ありがとうございます。3期生ちゃんの前では喋らないでおこうかな。え、私喋らなかったら多分怖いって思われるね。思われそうじゃない？し、喋んなかったら怖いって思われる人間かも。喋ろ3期生ちゃん前が好きになったらお話し会楽しませてあげる。おい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 、私がいるじゃないか。あそこのひろしださん、ネンボスターありがとう。アナちゃんトゥデーベリーグッド印象ありがとう。200回目もありがとう。おしめ好きが伝わってないって言われたら引き取ってます。何怖い。おごりすぎて財布って思われないでね。パン買ってこいって言われなきゃ。私が言われる側？ちょっと待ってよ。私が言う側でもないけど、言う側でもないけどね、パンぐらいは買うよ全然。セフトパーカー着ててくれて嬉しかった。ね、嬉しい、ありがとう。丸が強いのバレちゃう。圧ですか、何ですか。アッキーさんマシュマロありがとう。マシュマロありがとう。目がキラキラしすぎて眩しい。これはね、キラキラつけてるんですよ。ミホリンと同じやつ。ミホリンと同じやつ。でも今日ね、私結構目死んでるんですよ。私目死んでる人間なんですけど、魚の目のような目をしてるんですけど、今日ね沖さんに褒められたんです。目キラキラしてるって。これこのキラキラのおかげかもしれないけど、瞳がキラキラしてたらしくて褒められたんですよ。嬉しかった。私チーカーまたって言われてるけど、チーカーと本当に違う部分があって、チーカーみたいにこんなうるうるキルキルなお目目してないんですよ。どちらかというと自分ツッコミクマみたいな点みたいな目してるからさ、嬉しかった。嬉しい、目がキラキラしすぎてって言ってもらえて嬉しい。
ぶっちゃけ飲んでびっくりさんになるんや。ぶっちゃけぶっちゃけ飲んだら私弱い弱いらしい。エモかった、嬉しい。エモエモ、なぜか田中のオタクとバレた。筒抜けさ、筒抜けさん、もうあの筒抜け、クク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 、ク知っているよ、なんでもね。タラタラさん、クッキーありがとう。いつもビーム送ってる？よっしゃ。あんぺビーム。脳内もキラキラ。脳内キラキラさせちゃうぞ。ジョって言ってた。悲しい。今日一段高い。やった。でね、なんかまつげもいい感じなんよ、今日。今日も美しいですね。タラタラ、レインボースターありがとう。なんだろう、この手。ありがとう。太郎さんだった。ごめん。太郎さんありがとう。ナイスのグさん、ワンタワーありがとう。目力強くて引っ込めそう。マジ？テンションさんありがとう。ぷしゃけは遺伝要素が強いから弱かったらしょうがないと開き直っていきましょう。別に弱いことをね、別に嫌と思ってない。嫌と思ってない。弱くていい、別に。おかしいっすね。入れといて登録しといてください。筒抜け。すべてバレていること、あなたのやっている行動すべてバレていますって言うといて。今日田中さんと目が合った気がします。そうなの、恋。今日もかわいい。テンションスキピ、今日は私朝からやばいんですよ。テンションが本当に朝からやばくて、で今日ちょっと変なんかね、テンションがおかしい。なんかちょっとね、今日ネジ、いつも外れてるとか言わないでね。いつもが普通だとしたら、いつもネジが埋まってるって考えたら、私ネジ一本どっか抜けてるんですよ。なんか今日ちょっと変。いつもって言わないでよ。なんかね、違うんですよ。なんだどこが、なんかね、でも別にテンションが高くてうわーキャーしてるわけじゃないんですよ。なんか違うネジ外れてる。チョリース、今日髪型良かったです。やった、壁に書いてあります。前もバレてます。え、倒したよね。今日は目が合った気がします。来てくれてたのかな。嘘ついた、ダメだぞ。ジョが言えない、ジョじゃない、ゾが言えない。心が満ちる、良かった、癒しをお届けします。公園って後ろの方まで見えてますよ。テンションとか、テンションじゃない、間違えた、ペンライトは絶対見える。うちはまでもわりかし見えるよ。テンション変でも可愛い、やったー。宝くじ1億当てた後の感じか。いやー、もう宝くじ当てた後はもうにやけ止まらないよ。こんな、これとかじゃないよ。もうなんか口角がもうここまでいく、口角ここまでいく、クワーンって。やばいと思う。閉まってる時はないのか。いや、いつも閉まってますよね。アビのネットちゃいました、君かよ。どうしてくれるんだよ。嘘はバレるぜ。23、24、SU で出る日、アンビに見に行こうかと思ってる。あー、24日のフェスですか、嬉しい、ありがとう。24出るので、そう、動画撮ったので。まさかツインテールやった日に動画撮るとは思ってなかった、つら。ぜひ動画も見てリツイートして、たくさんの人が来てもらえたら嬉しいなって思います。宝くじ当たったらターン投げたい。いや、他のことも使えないよ。家建てるとかさ、余るのかな、家建てても。どうなんやろ。アムちゃんが出てる声、なかなか行けないから、いつか行った。待ってるよ、ずっと、ありがとう。関東もね、またできたらいいですね。でもまだ愛媛と徳島でまだ花だれ公演やってないから行きたいな。なんか全7県でやるとは言われてないけど、やっぱり行きたいですよね、瀬戸内7県は花だれ公演。でも私は愛媛は出れないかもしれないね、そういう、その時は。
太郎、マシュマロありがとう。ありがとう。動画やっぱ可愛いね。いやー。ほら、ありがとう。深夜バケット。ありがとう。ゲットしてくれてありがとう。安否に会いすぎて、安否の顔慣れすぎ、慣れてしまうほどになりたい。いっぱい会いたいね。でも毎日配信見てる、見てくれてるからね。せっかくなら回りたいよな。そう、回りたい。はるかちゃん、クッキーありがとう。みのるさん、ワンタンありがとう。ワンワンワン。花だれ四国巡ってほしい。そう、巡りたいです。えりちゃん、えりちゃん、マカロンタワーありがとう。マカロン、これってマカロンってさ、そういう意味だよね。なんだっけ、マカロンはなんかあなたのことをなんかなんとかなんとか、めっちゃマカロンっていい意味だったよね。ありがとう、マカロンタワーありがとう。エリちゃん大好きだよ。思い受け取りました。よかった、マシュマロタワーじゃなくてマカロン、マカロンありがとう。嬉しい、私も大好きだよ。大好きと言われてないけど大好きだよ。マカロンの意味なんだっけ、なんかね、いいことだったんよ。なんかあなたのことが必要なんだっけね、あなたのことがなんとかなんとかみたいな、大事なところ抜けとるけど、いい、めっちゃいい意味だったんよ。マカロンが一番いいと私思ってたから。嬉しい、ありがとう。今日来てくれた あなたは特別な人。エリちゃん、エリちゃん、エリちゃん。ありがとう。タワーのお礼ちょっとしたら書きます。まだ行ってない件があっても、公演自体が不人気だと、そろそろいつ終わっても。そんな声出しができるようになったばかりなんだよ。今日だってたくさんの人が来てくれた。来てもないのに言うな、こんなこと。これからね、花だれ公演、たくさんの場所ができるように皆さん会いに来てください。こういうコメントもありますが、そうね、現実を見てます風なコメントありますけれども、皆さんぜひ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 、そう、会いに来てください。来れる日はぜひ。そうですね、おしめに褒められたいな。褒められに来て。実物のアンピちゃん買いすぎるか、一生ドキドキしますね。明日ワイムネジ外れてると思う。いやー、もういつも盛り上げてくれてありがとう。今日めっちゃ可愛かった、ありがとう。今日の服と、なんだっけ、なんかカチューシャめっちゃ可愛かった。天才、私よりおしゃれ。ミシェルボイさん、マシュマロありがとう。こんな長く好きでいられるのかも。ありがとう、めっちゃ褒めてくれるやん。ミシェルボイさん、レボイさん、ありがとう。パワー、試しめたようでよかったです。ありがとう、楽しかった。こんばんは、こんばんは。やん、ケンタさん、クッキーありがとう。千景さん、初見ありがとう。 STU48 2期生の川本アナです。ありがとうございます。今日も可愛い子っすね。ということは、ありがとう。もちまるさん、初見ありがとう。ディスコさんも初見ありがとう。まどかひなさんもありがとう。飛ばされてきたよ、ありがとう。ケンさん、野球ボールありがとう。ありがとうございます。あつしさん、ありがとう。今日ここか。川端 ST42 期生の川端アンナと申します。ですね、私は川端アンナって言って香川県出身です。四国分かりますか。四国の一番上で、香川県で、うどんが好き。あ、うどん好きですよ。うどん県です。そう、香川に住んでた時はもう全然毎日うどんでも別に何とも思わないぐらいうどん食べてました。毎日は食べてなかったとしても、普通に週3全然うどんだったと思う。いや、嘘かも、わかんない。でも本当になんか習い事行く前にどこ行くってなったらうどん屋だったり、あー、くしゃみ出そうだったよ、学校終わり、あーくってなっちゃった、戻っちゃった。明太クリームうどん食べたことないから食べたい。私、明太子めっちゃ好きなんですよ最近。
明太子好きで、今日お弁当に明太子乗ってて、その写真撮ったんですけど、鼻にティッシュ突っ込んだまま、あの写真撮っちゃって、これ検閲引っかかるかどうか分かんなくて、あの送ってないけど送ってみてもいいかな私的にはOKなんですけど、皆さん的にはダメ、検閲的にはダメかもしれない、迷ってるうどんの茹で汁で水不足になるとかちゃうけど、そうですね。あやさん、クッキーありがとう。朝うどんもするね、たくさん来てくださって嬉しいです。うどん携帯持ってます。そうなの、四国わかりますか。じゃあこれは四国わかりますかっていうのは、こうあれですよ、テンプレ。ほらありがとう。岩下さん、だるまさんありがとう。あ、花粉症です。アンペで修学旅行初日の移動エピソードの班ですありがとうございます。検知的に NG すぎて笑った。あ、ダメなの、やっぱダメ。赤いのって来てた。うどん冷たいのも好きだよ、あったかいも好きだけど。宮崎さん、バラありがとう。ノーティーさん、クッキーありがとう。笑顔。四国はパスポート必要で、必要でっていうポケモンいるやろ四国ね、パスポートいらないんですよ、これが。本当にびっくりするよね、いるって思ってる方結構多いと思うんですよ。いらないんですよ、だから四国簡単に遊びに来れるから来てください香川、徳島、愛媛、高知、天才。前もこのルーム飛ばされた、ありがとう、覚えてくれて。そば好きですよ。ラルフードさん、フォードさん、クッキーありがとう。そう、いらんのよ。みかんジュースは水道から出る。それ愛媛県、宇治、香川県はね、うどんの出汁が出てくる。設楽さんは初見ありがとう。ミステファテート2期生の川端奈です。沖縄マジでパスポートいるって思ってる人いるね。あ、そうなの、北海道パスポートいるね。そうなの、私はいるって思ってたよ、思ってたけど、なんか四国いらないならいらんのかなと思って調べたら、いらないらしいから、あ、いらないんだと思って、だからいけるねと思って。皆さんも沖縄、北海道行ってみてください。私行ったことないけど、パパがね最近沖縄行ってて、お仕事で、でちょっと楽しんでたみたいで、その写真送られてきたんですよ。魚釣ってて、マジで沖縄行きたい。この季節良くない、絶対あったかい。暑いかな、まだ暑くはないけど、あったかいよね、最高にあったかいと思うんだ。行きたいんだけど沖縄、ちょっと北海道もちょっと夏に行きたいね、真夏に行きたい香川住んどるだろパスワード高圭さん、マシュマロありがとう。来月しまなみ海道でロードバイクで走りに行く。気をつけて。香川に信号ありますか、の流れですか。香川信号あるんですよ、バリバリあります。うどん屋さんもいっぱいあるけどね。四国行くしか。おそばさん、資金ありがとう。 STU48 に来てるの蒲田奈です。初見です、ありがとう。沖縄行きたいな。北海道花粉ない。行きたい。パパさん今日も機嫌、絶対機嫌いいよ。浦和さんですね。沖縄さん、ちょうどいい季節。沖縄花粉ないよ。沖縄と北海道には花粉ないのじゃあ行く。どこが好きじゃんやねん。四国に遊びに行って、ロケ撮影中のアンペに会いたい。でも香川でロケって、私全然スチューデンツさんとか、あんと、あとあのあれですね、あのなんだっけ、あれ、あのあれですとかしかないから、あんまり私もロケしたことないから、香川でロケできる、たくさん呼んでもらえるようになりたいな、香川。なんかさ、最近舞台で3週間ぐらい東京にいたんですよ。3週間ぐらい香川、まあ広島帰れるかすぐ1時間半で広島行けますから、なんか広島に住んでる人とか1時間半ぐらいで香川行けるからね。みんな行こうよ、すぐそこだよ、マジすぐそこだって。1時間半なんてさ、すぐそこじゃん
ねえ、すぐそこじゃん、来てよ香川。そんなね、3月21日祝日の日、香川の高松市っていう一番都会な場所があるんですけど、そこのど真ん中で商店街が、日本一長い商店街があるんですけど、そこで私たちの ST48 9枚目シングル息をするここのリリースイベントで瀬戸内巡りというものをやっておりまして、ステージのパフォーマンス披露があって、特典会でお話ができるっていうやつがあるんですよ。ぜひ来てください。大阪広瀬さん好き、ありがとう。お日様です、ありがとう。ほらありがとう。四国花粉あるかな、あるんじゃない。早飲みマンさん試験ありがとう。 ST48 2期生の鎌田アナです、ありがとう。1時間半って美女と野獣見れるん、あ、そうなのか。2時間半秒でしょ。香川空港あるよ、高松空港っていうのがあります。高松空港で出汁が出る蛇口があります。サヌキうどん食べに行きたい、美味しいからぜひぜひぜひ行った方がいい、ぜひ行けたら行きます。いや来るでしょ。アンペの出汁うまいなって思いながら応援してました。ありがとう、来てくれて楽しかったよ、見つけたよ。リリービの距離感はみんな味わってほしい。そう、近いんですよ、びっくりするぐらい近い。ジリボーさんタワーありがとう。しおりさんワンタワーありがとう。ヤマトさんクッキーありがとう。瀬戸内 PR 舞台は投票企画があって、それで決まった7人グループです。都合つけばぜひ行ってみてほしい。だってリリーベ関東でもねあって、関東はお話はないんですけど、ぜひ遊びに来てほしい。あ、でもね26日お話できるグループお話し会があるので、ぜひ。アンプ美しすぎた、ありがとう。ともさんワンタンありがとう。ドゥルルル、マリンライナーで岡山から何分ぐらい。高松で岡山駅だ、高松駅か岡山駅だったら1時間なしぐらいよね、ですよ。だからすぐそこですよ、1時間なしだよ。ドラマ見れる、ドラマ見てたらつく。最近うどん食べたの、食べたよね私、いつだっけ、なんかの時に食べたくない。私さ食べたよね。あ待って待って、私名古屋できしめん食べた。まあ名古屋けど、名古屋のしかもきしめんっていうね、マジで名古屋なんだけど、きしめん食べました。画面マリンライナーもやめてよ、画面マリンライナー言わないでよ、気になっちゃうじゃんみんなが。このコメントも私偉っ。
七玉さんワンタンありがとう、ありがとうございます。ミスターさんキャンディーありがとう、スペシャルクッキーもありがとう。ミスターさんドラさんワンタンいっぱいありがとう。ミスターさんマシュマロありがとう。いやね、違うよ、顔面マリンレーナーは黒歴史ではないですよ。ただちょっとね、もう配信ではしたくないね。うん、ここぞという時にしかしません。ここぞの時にするやつなんかは知らんけど。宮本浩一さんクッキーありがとう。ということでエリちゃんマカロンタンありがとう、ありがとう。今日もちょっとリングが、今日も来てくれてありがとう、すごい楽しかった。もう見つけた瞬間に、おエリちゃんいたーってなったし、いっぱいレス送るってなったし、もういっぱい、もうなんかいっぱいレス送るっていう思う前にエリちゃんのこと見てた。もういっぱい見れて嬉しかった。ありがとうエリちゃん来てくれて、ラブです。愛伝わりましたか、私からエリちゃんへの愛。大好きです、これからも応援してね。明日会えるのかな、わかんないけど楽しみにしてます。エリちゃんありがとう、マカロンタンありがとう。リングが邪魔だね、こうだね。エリちゃんタンありがとう、マカロンタワー、ありがとうございます、ありがとう。めっちゃ伝わった、明日また話せるの楽しみ。もうめっちゃエリちゃんに会えて幸せ、ありがとう。ブーさんハートありがとう、ありがとうございます。ただのお礼でした、皆さん本当にありがとうございます。よいしょ、やっぱ10時半になったらサイン書こう。11時だと思ったけど間に合わない気がしてきた、やばい、目乾燥してきた、目乾燥。いつもありがとう。こちらこそ。サインの裏側を、そう、サインの裏側を書かなければならない。ドゥルルー、あ、最近私さ、お話が1時間目多ない?超多くない？ 1 時間目ばっかなんだけど、あの愚痴とかじゃなくて、愚痴とかではなく、どれだっけ、これだ。あと生写真持っていくの忘れないようにしないと。トコブさんクッキーありがとう、切り抜き動画を見てきました。そうなの、なんだろう、ありがとう。眠いの、眠くないって言ったら嘘になる。なんか人間で6時間を2日続けたら徹夜したことになるらしいんですよ。絶賛そうですね、2日どころじゃないかも、いや2日か。でも全然ピンピン元気だし、あの目乾燥してるっていうそれだけです。寝る前に見てねって打ったんやけど、寝る前に寝てね。やめてよ、やめてよ。フォローありがとう。安否って青似合う、かかってこやー、まさきちタワーじゃない、クッキーありがとう。ドゥルルルル、寝不足なら負けないぞ。あ、そうか、別に戦ってるわけじゃない。最近4時間睡眠多くてほぼ徹夜になってる。ダメじゃん、いっぱい寝れますように。早く休んで机取ってください、ありがとう。クマができたのきっとかわいい、ありがとう。私はね、化粧で隠せるからいいですよね。6時間睡眠を永遠に続けたらそれが日常になっていいんじゃない。私は寝る日と寝ない日っていう、なんかその
差か、なんかあれが、そうすごい差があるから、やっぱリズムって大事よ。毎日8時間寝るにしたら8時間いいんだろうし、毎日4時間ですって言ったらそれが慣れてくるから、しんで毎日4時間はしんどいか。でもなんか1回寝たらしんどいけど、ずっと4時間だったら別にどんどん慣れてきそうじゃん。でもそう、なんか交互にやるからダメなんだよね。スポーツできそう、できるんよ、できるんよ。寝落ちして今起きた、おはよう。毎日川端アナさんを見るのも大事なリズム、やっほー。大阪のひろしさん頑張れ、ありがとう。チューさんハートありがとう、チュー。宇宙人さんクッキーありがとう。牛角くんレインボーさんありがとう、パワー。クマンナが出てきてしまうあわあわ。さっき帰ってきた、おかえりー、おかえり。仕事終わった、これ。お疲れ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 。レカツオケタイシレウ、ひょうこありがとう、来てくれてありがとう、楽しかったです。キュンキュン。モンタさんクッキーありがとう、モンタ。手作りクッキーかな。ケン好きありがとう、私も好き今日も来てくれてありがとう。ありがとう。うわすごい、エルチキさんが初訪問。みんなには見えないだろうけどさ、私には見えるのね、初訪問の人。エルチキだって。どうしよう、食べ物さんが来ちゃった。うわ、エリチキ食べたい。この時間食べる揚げ物って最高だよね、絶対に。でもね、今日お弁当ね、なんかね、鶏のあれ、なんだろう、タルタチキンみたいなやつだったの、夜。美味しかった。エリチキにはごめんだけど。ご飯食べるの忘れてた？食べて。大阪 46LLC さん。お疲れありがとう。お疲れ。みんなお疲れ。揚げ鶏しか勝たん。ファミチキさん声ほ本部かまどや。そうだよ、かまどや、よう知ってるやん。ナナチキとファミチキも来たら胃もたれしそう。うん、最近胃もたれしやすかったんだけどね、胃もたれしにくくなってるんだよね。お、すごい、八宝菜さんが2度目の訪問だって。八宝菜来た。八宝菜、八宝菜私好きでさ、私実家暮らしだった時さ、夜ご飯何がいいって聞かれたらね、私の大好きなやつは八宝菜ホーロホイコーロー、八宝菜ホイコーローグラタン、これが私のベストご飯たちだから、暇さえあればこれを言ってた。七チキです。おー、七チキすごい。七チキ、え、名前変えたの、もともとだっけ。七チキ、ヤッホー、七チキ、セブンイレブンさん来た。美味しい食べ物ばかり来る。そうなんよ、野菜だからヘルシーになった。おお、2分前までお酢食べてた。そう、私公園でね、生魚食べれないって話したじゃないですか。じゃあダンスの先生がそう、その話をしててでも生魚食べれるようになりたくてって言ったら、いつか美味しい、本当にガチの美味しいやつを食べてほしい。でフグが一番最初はいいと思うって言われて、あと最初に美味しい、めっちゃ美味しいところ食べて、美味しいとこ食べたらどんどん許す、なんかね、なんて言うんだろう、質が落ちても食べれるようになると思うって言ってて、って言われて、そうだから、ほんそう、フグ食べてほしいって言われた。めっちゃ美味しいところの、行きたい。草がエマさん、はじめまして、ありがとう。 ST48 2期生の香川県出身、アンピーこと川端アナです。ありがとう、覚えてください。うずらん卵はあげれないよ、私だってうずらん卵集めたいもん、八宝菜の。グラタンさん来てほしいね、グラタン好きなんだよね。あ、レンさんが訪問だって。食べ物じゃなかった、明日のお話から食べ物ニックネームするか、わかんないわかんない。中華丼最高すぎるよ。
マックのナゲットです。いや全然名前ちゃうやん連れてってくださいって言うんよ。卒業したらねって言われと、卒業したらね、美味しいお寿司、美味しいねお魚のお店連れていくねって言ってもらいました。コージさん、あー天使くまちゃんありがとう。コージありがとう。ずっと好きだよ、ずっと大好きだよ、ずっと大好きでいてね。フォローありがとう。そしてあ、なんかコージさんにフォローありがとうって言ったみたいだったね。別だった、ごめん、切らないと。バツバツバツ。これがリアルな攻略法。そうなのか。魚粉丸みれさん、クッキーありがとう。そう、フグは癖がないからいけると思うって言われた。フグ刺しちゃんとしたの食べてほしい。食べた。解明しました、ファミチキさん。ヤッホー。私からひろしだよさん、結婚してありがとう。下関行かんと、また行きたい。生魚は基本食べれないけど良いフグは食べれる。え、カツオのたたきね、食べたことあるのかな。ちっちゃい頃さ、食べた、パパとパパは食べてて、私が食べて食べれなかったのか分かんないけど、カツオのたたきも食べたい。アンピの一番大好物って何？グラタン麻婆豆腐に変える感じ、流れ変えちゃう。麻婆豆腐、しずこ見つけて美味しいお店行こうよ。あーいいね。グラタン大好きって名前になってる、誰だろう。ありがとうクッキー、スペシャルクッキーありがとう。私もグラタン大好き。ツイッターやってますか。ツイッターやってるよ。アットマーク ANP アンダーバー STU48 全部小文字です。調べてみてね、フォローしてください。フォローしたかどうかねチェックしますんで冗談です。ミキちゃん好き、ありがとう。私も好き、ミキちゃんありがとう、来てくれて。ピザはまあ好きだけど食べたいなと思う。毎回さ、家のチラシに入ってくるじゃん。マジ美味しいよね。美味しいよねじゃない、美味しそうだよね。そう、お寿司も苦手。早く食べたくて口やけどする人です。イエスイエスイエスわかる。安否、鼻がとても綺麗だね。ありがとうございます。私褒め、私自分の鼻好きじゃないんですよ。本当に好きじゃなくて、ずっと好きじゃなかったけど、結構最近、最近というかSTU48 入ってなんか外部のお仕事とかで鼻褒められることが増えてとかあって、最近は舞台の時にすごい褒めてもらえて鼻そう、自分好きじゃなかったんですけど、あ、いいんだと思って嬉しいってなりました。その程度綺麗な顔してる、ありがとうございます。そうなの、鼻高いんだ、ありがとうございます、ありがとうございます。鼻の形も綺麗、顔綺麗だよ、ありがとう。めっちゃ褒めてくれる、どうしよう。なんか褒めてほしい人みたいになってっちゃ、ちょっとちょっと高すぎて低すぎて滑らかな曲線が美しい。滑らかなの、恥ずかしいな、嬉しい、ありがとう。好きですよ、ありがとう。やった、めっちゃ褒めてもらえる、やった。自分の好きな部分に花って書こうかな。今までコンプレックス花だったんですけど、好きな部分に入れようかな。嬉しい、ありがとうございます。本当にリゾート以外にも気になってるグラタンのお店あるけん、行ったらアンメールにもかけますわ。おすすめして。嬉しい、なりたいって言ってもらえる、嬉しい。フォローしてきました、ありがとう。大阪広瀬屋さん、いいね、ありがとう。照れてないし目が好きです、ありがとう。暑の時の大好きな顔だよ。指まで、私手パンパンなんですよもっちりもっちり落ちてなんですよ。肉まんみたいな手してるんですよ滑らかプリンぐらい滑らかバルト初期から変わらん高いって言い続けてる、言ってもらえて嬉しいですよ、本当に覚えてます。昨日マイキューさんが自分がコンプレックスって思ってるところ他の人から見ると超素だよって言ってたよ。そっか、そうなのか。わーい、しんちゃんさん、ハートありがとう。嬉しい、いっぱいコメントありがとう。一
一つ一つのピースが好きです。ありがとう。マイケルさんが STU チアブ作ったらアンピとももちゃんにも入ってほしいって言ってた。やります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 。そう、肉まんみたいになってて、ゆりもさんクッキーありがとう。肉まん見たらアンピ思い出すね。嫌だけどもいいよ。吸って吐いて、握手会復活希望ね、できたらいいですね。アンピちゃんより自分の手が小さい説出てきた。でも私手大きくないですよ。でも今から晴れるよ。いい手相ありがとうございます。 STU で一番いい手相です。今年見と拝みますか。手相って変わるっていうからな、ちゃんと定期的に見とかないと。定期的に見とかないとボッコボコのてんてんてんにするからな。生まれ変われるの安否になりたい。本当ですか。いいことある。普通の人生だけど、でも普通の人生じゃない、 STU48 入れてるからもう最高だぜ、最高だぜ。わあ、いいことありそう。嬉しい、感謝感謝。今日優先で息をするここはめちゃくちゃ流れて早く会いたい。そうなんですか、嬉しい。なんか優先のランキングにも入っててね、嬉しいと思って。でも私ね、まだね遭遇してないんですよ、流れてるところ。遭遇したい。安否の頑張りたいことが変わってて、くさ変わってないですよ、みんなと同じ気持ちです。マツくんクッキーありがとう。遭遇したい。ミストぐらいいいことあるかも。ミストぐらい、ね、ミストなんかあったの。グラタン P さん好き、ありがとう。好き好き、私もグラタン好き。誰なんだろう本当に。二十歳に M ステ出た人が普通として、そう、私二十歳の誕生日の日に M ステ出たんですよ。やばない。M ステだから、二十歳何してたって言ったら M ステ出てたんですよ私。二十歳になった瞬間、なった瞬間じゃないけど二十歳の日。良すぎる。来週には行く。なんで私置いていくの、なんで私誘ってくれないの、なんで。いいもん、私はもう春休みとかじゃない、土平日のドドドドド平日に行くんだから。くー、空耳あるかな。吸って吐いて、サンプル M ステのティッシュ、最高の人生だ。吸って吐いて、自分のペースで、はい、ドゥルルルドゥルル。アンピ誘ったら来てくれる。ユニバ行きます。バレずに行くんだよね。どういう意味。年パスの期限もう切れてます。12月だったんで。でも新しく買えます。更新するタイミングをいつというかね、行くタイミングで更新したいからな。22時半ありがとう。サイン書いた方がいい、書いた方がいいよね。寝る時間が遅くなるってことだもんね。スタジオ観覧すごいじゃん。私よりも先にデビューしてんじゃん。ユニバー庭にしたいね。ユニバーね、庭にしたい、したいです。よいしょ。最近デコ出してないやん。まあそう、公園とかでデコ出しね、研究生時代とかしてたんですけど、最近してなくて。見たいですか。ユニバー近いのか、四国からだと。めっちゃ近いわけじゃないかな。12月から行けてないですね、ユニバー。去年私12月取ったんですよ、年パス。1月2月3月行けなかったんですよ。
てかそんな行けるって思ってなかった。そんなになんかさすぐ行けるもんだと思ってなくて、本当に行けめっちゃ行きだすわ。下半期からめっちゃ行ってるからそういっぱい、そう年パス取ったらめっちゃ行くと思うユニバだから、本当にめっちゃ行ける時に行きたい。だからもう本当に3月マジで休みない、いい意味で、いい意味でユニバ行ける休みもないデコ出し維持できてないね。維持なくていいよ、維持なくていいよ。何回行くと思ったらいいの。一番安いもの買ったら 2.5 回で行けるから全然余裕ですよ。前回は6回行きました。もっと行きたかったね。ヒロさん好き、ありがとう。私も好き。そうタムトム行きたいんですよ。そう行きたい。あとこの枚数を裏書きます。全然終わってなかった。私ちょっと半、ちょっと3分の1ぐらい終わってると思ってた。これがちょっと見ないでよ。これができた枚数、これがまだの枚数。まだまだだった、全然まだまだだったんだけど。どのアトラクションが一番行きたい。ユニバ全部好きなんだけど、全部好き。秀島からユニバ何時間ぐらいかかる。新幹線で1時間半ですか。1時間半か。いや1時間だっけ、1時間半かな。でそっから20分ぐらいかな、電車忘れた。スマホ安否の指紋で開くようにした。どういうこと、どういうこと、何、どういうこと、どういうこと。開けていいよってこと、見ても何にもないよ、開けてないよってこと。みたいだよね、言い方が。野辺田さんの見せるなよってごめんね。全部で2時間ぐらいだって。僕のなんかみんな好きな動物教えて。何の動物が描けるかな。クマウサギ、クマウサギ、犬猫は描いてるんだよね。シマウマ、おパンチウサギ知ってるよ。シマウマか、あライオンいいじゃん。ライオンや、ライオンはいけるけど、シマウマ私やばいよ。当たった人ごめんねってぐらい多分画力やばい。ライオンもまあまあまあやばいけど、あ、ゾウさんね、いいね、ゾウさん。ちょっとやばいかも。でもまあ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 ちょっと違うけど、まあいいでしょう。まあまあいいよね。パオーン、ペンギンいいね。ペンギンめっちゃよくない。で私ペンギン描いたら黄色い鳥っぽくなるからね、怖いんで。ペンギン、ニワトリね。
私全然画伯じゃないですよ。まるともちゃんスペシャルクッキー掛け中ありがとう。嬉しいクッキーありがとう。まるともちゃん大好きだよ、ありがとう。ゾウリムシ可愛くない？足が5本ある。足じゃない、鼻です。鼻がメタボ、やめて。ゾウ描くときって横からない？え、横からでしょ、ゾウ。あ、そういうこと、ゾウ正面から描けばいいのか。あー確かにめっちゃ描きやすい。ゾウ正面から描いたら描きやすい、超描きやすいいいね。うん、なんメッセージは何かいいかな。うまいじゃん、やったー。パオンナ懐かしいね。パオンナ今旅中ですよ。イルカね。イルカってこんなんだっけ。イルカってこんなんだっけな。イルカこんなんだっけ。なんか想像してると違うんやけど、あ、待って、お腹の色があるんじゃない、こんなんじゃない、え、こう、何、なんか変な魚作っちゃったじゃん。変な魚作っちゃった、魚作っちゃった。クラゲいいね、次クラゲ描こう。イルカはイルカ、そんなイルカいるか。口尖ってるよイルカ。あ、待って、もう一回イルカ描きたい。いける。え、待って、やばいやばいやばい、もっとやばくなった、どうしよう。どうしよう。イルカじゃなくなった。イルカ。く、あれ。イルカじゃなくなった。待って、やばいわ、どうしよう。みんなどうしたらいいですか。ラペチノさん、マシュマロありがとう。これ当たった方笑っちゃうね。誰って、誰、やめてよ、誰はやめてよ、誰って、イルカ面誰や。ある意味大当たり、確かに。カモノハシさんですな、大当たりだって、よかった。新しい生物作っちゃったって。そう思って書いたんだよね、イルカって思ってない。イエスイエス、当たりますように。これいっぱいいろいろあるから楽しみにしてて。もう一回見せて、やだ。他何がありますか。ちょっとさっき送ってくださった方、もう一回送ってください。でるるるるるる、さっきチップくんってコメントがあった。えいえい、アルパカ、アルパカいいね、かけるよアルパカ。ちょっと土の子怖いからやめよう、本当に多分無理。あのね、多分ね、検知かかるぐらい無理。多分ね。アルパカはね、多分ね、基本上手なんよ。ほら、アルパカ。アルパカじゃん！待って、アルパカじゃん！みんなアルパカだってば。アルパカだよ、これは。ガチでアルパカ。クラゲ描こうって言ってたんだった。クラゲ描いとこう。
通にうまくてやばいわ。もふもふ具合がいいね、ありがとう。パカって書いてこう、パカ。もふもふしてる。ヘビかけるよ私。クラゲ。アルパカだけうまい。アルパカだけ？待って、アルパカだけって何？だけってだけだけじゃなくない？だけ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 ですか？何だけって。いいですけど。ん？ちょっと待ってて。パパ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 。はい、了解です。了解です。よろしくお願いします。よし、かけたん。ピョン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 。羊さんどう？いいね羊さん。お疲れ様さん、さんうま、ありがとう。パンダ書いた。でも1体しか書いてない。でも絵描けるよ。もう一度いるか。もう怖いって。すごい、ありがとう。羊いけるって。羊いけるよ。なめんじゃねー。てってって。羊いけるから大丈夫、大丈夫だよ。羊いけるから。いやでもまあ羊っちゃ羊だよな。ちょっと一瞬怪しかったけど羊だよな、これ。羊だ、羊羊。いやでもいい感じだよね、いい感じ。あ、ダンゴムシね。え、これ女の子に当たったら申し訳ないな。ダンゴムシ。なんかさ、アンモナイトみたいになっちゃった。アンモナイトみたい。羊合格ありがとう。気が抜けたメリープか。愛嬌のあるドラゴン。むずっ。キリンかける、キリンかけるよ。キリン。え、キリンもめっちゃ上手じゃない？ちゃんと特徴捉えてる。イノシシね。
イノシシめっちゃ良くない？待って、イノシシ良くない？待って待って待って、オスカーフィッシュさんグレート、ありがとう。ドラさん風船ありがとう。え、いい感じじゃない？イノシシじゃない？え、ぶ、豚？あ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 ？ちょっとつもおしんってどうやって感じ、性格？ヒゲじゃないよ、角だよ、角。角じゃない、間違えた、牙だよ。牙だよ、口悪くないよ。やめてよ。ありがとう。ちょっとずもうしん。イノスケ意識しました。ウリボーポさん、ありがとう。ツイッターのアイコンにしたくなる。え、嬉しい。当てたらして。セパルコでショップ開けるぐらい可愛い。ありがとう。他で、ね、他なんかない？他ない？待ってください。待ってますよ。え、シリトで伝わるクオリティ目指そう。え、伝わらない？伝わるよね。今でも。カピバラ！ワニ。カピバラ。カピバラ？カピバラかな、これは。カピバラ。ん？はい、伝わってます。カピバラ。カピ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 バラ。初めて見た生物？カピバラ見たことないの？カピバラ見たことないんだ。あ、そうなんだ。ハムスターは描ける。飼ったことあるからね。なめんな。ハムスターはかわいい。顔をニコちゃんマークにするところから成長しよう。どうですか？ハムスターはかわいくない？アルマジロ。キツネはいけますよ。鼻に水をあげるキツネ、どう？どうですか？よくない？謙虚なキツネです。謙虚なキツネ。コアラむず、コアラむずいね。大丈夫、オーストラリアに行ったことあるから描けます。嘘だけど。どうしよう。
どうしようみんな。どうしよう。コアラですよね。コアラ、コアラだよね。ここコアラだよね。目が点なのは決まってるの？じゃ黒黒つく、ペンの無駄遣い。ハムスターも伝わるでした。ハムスターは伝わるじゃなくてね、そうだよね。え、でもさ、コアラ、まあコアラだよね。単体だったらやばいよね。単体、顔だけだったらコアラじゃなかったの。似てる？わかってるね。コアラのマーチ感あるならよかった。伝わる。カンガルーとかやばそうだね。カンガルーの顔がわかんないんだよね。カンガルーなんかな。カンガルーかな。カンガルーかな。カンガルーなのかわからないけど、カンガルーかな。アナの課題、顔まりって数分で気づいた。ええ、上手じゃない。あ、コアラこれか。もうちょっと顔が下なんか。オーストラリアの動物むずい説。あ、そうなんだ。ジャムおじさんに見えるはダメじゃん。ケンキチくん、かわいい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。初めて見たけど。惚れそう？惚れちゃいな。お腹の袋わかる、ありがとう。もうちょい顔小さく描けばいいと思うよ。あ、アドバイスありがとうございます。アリクイムズイってやめよう。アリクイムズイは。他、他、あ、さっき馬ってコメントあった。そう、私、馬年なんですよ。ふざけたかと思った。自分でもふざけてません。マジでふざけてない。どうしたんだろう。私もっと上手かったのにな。ちょっと後でリベンジさせて。やばいわ。やばすぎる。ちょっと一回さ、一回さ、ちょっとさ見せずにさ次行っていい？猫型ロボットダメない。ラクダ描いてないですよ。ちょっと再挑戦。こうだな。え？やっぱ違う。なんで？どうしよう。どうしよう。どうしよう。まだ17歳、若っ。私二十歳なんですよ。知りたい。ミッキー著作権的にアウト。これさ見せられないよ。本当に見せられない。恥ずかしくて、馬恥ずかしくて見せられない。どうしたらいい？え、どうしよう。見せられないんだけど、ガチで。でも見せるわ。うん、でも見せるんでしょって来てた。恥ずかしい。ええ、待って、ここのふさふさがないのか。うまいかもよ、馬だけに。口、こっち、ここねえ、どうしよう。自分もこんなつもりなかった。顔、これ鼻です。
惜しい、惜しいよな、欲しいなと思ったんよ。だからもう一枚描きました。なんかちょっと違う、あ、口がおかしいんだと思って口なくしました。これねえ、みんな馬馬なのこれ、いいのこんなんで、馬馬これだと思うか。縦紙だけ書いとこうかな。でも書いても変だと思うんだよね。あ、まあ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 、馬馬だ馬だ、これは馬だ、馬だね。あ、ちょっと絵文字見て書こっかな。まあまあまあ上達してるよね、絵文字見てるから。あ、絵文字見たらねアウトだよね、負けだよね。見ちゃったけど、アビが書いてるから可愛い、ありがとう。あと何書こうかな。画伯に片足突っ込んでる、えー、そうじゃやめてよ、画伯が慣れかけてる、やめてよ。俺から見てるなら目は片方だけでいい気がする。そうだね、成長進化、馬合格ありがとう。馬だけにうまい、ありがとう。え、次何欲しい。今日の目かわいくすぎる、え、マジありがとう、大好き。リスさんマシュマロありがとう。大阪広瀬さんマシュマロじゃないわ、馬ありがとう。馬カエルね、カエルはバチバチバチにうまいから、みんなごめん、期待裏切る、マジでうまいから。え、マジでマジでうまいからね、これ振りだと思うじゃん、本当にうまいんだ。おーい、カエルは上手なんですよ、私。ごめんね、カエル上手で。上手なんです。カエル上手なんだよね。ボクスターさん、クッキーありがとう。ドラえもん書けんよ。クジャクむずい。フクロウむずい。ハムスターと書き方似てる？まあ、同じ人が書いてるからね。カエルももう2枚ぐらい描いとこう。カエルはお気に入りのカエルちゃんだから、女の子のカエル作っとこう。ぴょんこにしよう、ぴょんこ。ぴょんこ。うさぎね、いっぱい描いてる。ど根性ガエル、私なんかドラマだっけ、あったよね、見たよ。どれくらい進んだ？ね、あとね、こんだけあります。え、でも3分の1は絶対いってます。ほら、アルパカ、さっき書いた。あ、カタツムリいけます。ディシさん、マシュマロありがとう。ムササビむずいて。新生物名感想。なんでやねん。
でんでんむしむしかたつむり、お前の頭はどこにある。なめくじは余裕でいけるけど欲しくないでしょ、嫌でしょ。ジーカーかけるけどかけないの、ここに。悲しい。カニ、カニかくね。私カニ飼ってたことあるからさ、任せて。私カニ飼ってたんだよ、知ってた？みんな。わーい、めっちゃうまい、ありがとう。ダンゴムシさっき書いちゃった。乗り物、乗り物いいね。乗り物、車、何がいいか。カニ、エビね。エビ、エビむず。エビフライでもいいかな。エビかけないからエビフライ。パトカーむずいて。ジェットコースター観覧車めっちゃむずい。いちごいいね。いちご、まあ、いちごとかはね、それはかけるだろうね。シャチホコむずいて。フェラーリとかむずいて。マリンレーダーむずいて。うどんむずいよ、やだ。うどんむずい。おみかんさん好き、ありがとう、ありがとう。エビフライ上手だね。まあね、100回目の本もありがとう。カッパエビさんむずいですね。いい分け目ですね。見ないでください。まあ見せてるからしょうがないか、ごめんなさい。芋けんぴむずい、むずくないけど伝わらない。 M 検品悲しい。バスむずい。みんなを全部コテンパンにしてる。キーシャむずい。ポテトいける。でもやめよう、マックっぽくなっちゃう。とんかつむずい。色つけれないから骨付き鳥かけますよ。ブドウとか簡単よ。オリーブ、オリーブも余裕よ。余裕よって書いてるのに見せないってやばいね。オリーブ。オリーブ。あ、小豆島って出てくっけ。小豆豆、あー、あずきだった。ラーメンとうどん麺描くの大変ない。大阪ひろし先生ラブレターありがとう。そうめんもわざとでしょ、これわざと言ってるでしょ。オムライス描いてほしい。描けるよ、任せて。オムライス。キノコとタケノコ、ちょっとなんかあれですね。
ずっとつってるとき、やめてよやめてよ、うちの子ちょっと恥ずかしい。スイカと見せかし、スイカ、いや、お腹すくね。おでんいいね。だんだんうまくなってる。嬉しい、ありがとう。おでん、焼き鳥、いや待って、かけてるやつもっとこっちにあった。てかさ、最初の方さこんな感じだった、スタバみたいだったどんどんさ趣旨変わってきてるよね、やばい。全然最初の方見て、ほらかわいい、端っこに書いてた最初ずっと。めっちゃどでかくどんどん書いてってるんだけど、私ラッコ書いてない。ラッコってどんなの？ M 字ちょうだいよ。路線変更してるね。やばい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 。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。知ってますかこれ？あーこれね、ラッコいけますね。ラッコー、ラッコー、いい感じじゃない？ラッコ、ラッコいい感じじゃない？すりおろしリンゴとかでギラギラあった、あーあるよね。私も全部見た見た、全部ネタ見た、全部ネタ見た。ラッコは貝を割るためにお気に入りの石を持ってるよ、かわいい。ケイさんクッキーありがとう、ありがとう。あ、ひよこ見つけちゃった。この卵から出てきている麦さんのアイコンかわいい、これ真似しよう。かわいい。ドライヤーゴリラ書いてないけど、失敗する恐れがあるけど書いてみようかな。トマト、トマト見た、よう覚えてるね。私すぐ忘れちゃう。え、ゴリラむず、え、ゴリラむず、ゴリラむず、ゴリラむずくない？ゴリラむず、何回も言っちゃう。よし、足しびれてきちゃった。あ、コアラ描いた、コアラ描いた。ゴリオパワー、うはうは。え、ちょっと他に他にみんな、あ、ネズミ、ネズミね。ネズミ、なんだっけ、なんとかバナだよね、なんて読むんだっけ。フクロウ描いちゃおっかな、まあみんながフクロウフクロウって言うんだから、失敗してもみんなのせいだからね。これみんなのせいだからね、言っとくけど私悪くないから、このフクロウに関してはみんなのせいだから、フクロウっていうみんなのが悪いから。足しびれた、足しびれた、足しびれた、大変、足しびれた、フクロウの呪いにかかった、足しびれた、足しびれた、
あ、しびれた。あ、人長毛、人長毛。不老不死なんだよね。ふみふみさん寝坊したありがとう。これみんなのせいだから、ふくろうって言って人誰？ふくろうってでも何回か来てたんだよ。ふくろう、まさきち、まさきちが全席に追います、このふくろう。新種じゃん、新種じゃないよ、袋だよ。じゃあちゃんと絵文字見て、袋書こうかな。え、やばいかも。あ、いける。いけ、ちょっといけないかも。絵文字見たのに袋いけなかった、どうしよう。あ、でもまあまあまあ、フクロウちゃフクロウじゃない？まあ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 フクロウじゃない？え、まだまあまあまあフクロウだわ、大丈夫だ、まだまあ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 。当たった人すいません。ねえ、謝んないでよ、謝ったらすすごめんじゃん、こっちこそごめんなっちゃうじゃん、やめてよ、謝んないでよ。フクロウ、フクが来る、フクが来るにしよう。よもやよもやだ、伝わる、ありがとう、それならオッケーっぽい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとは何、何何何何、ハッピーな気持ちになれる、嬉しい。穴があったら入りたい、煉獄さん、煉獄さん見ながら書くと似てる、そうなんよ、伸びしろありますから。獅子舞とか書いちゃおうかな、獅子舞の人がいる、アバターにこれ書きたい。なんか獅子舞ちょっとちゃうんやけど、ちょっと獅子舞じゃないけど、まあいいか、獅子舞なんだから。獅子舞、ハリネズミいける気がする。ハリネズミはいけます、いける、ハリネズミ、お疲れ、ひろしやさん、いいね、ありがとう。え、ヘッドホンのアダプター全然ダメなんですけど、どうしたらいいの、マジで。 USB からイヤホンジャックに変えて、 そっからイヤホンジャックからスマホに変える、イヤホンジャックからイヤホンはあるんですけど、その USB からイヤホンに変えるのが、そうっていうやつが買わなきゃいけなくて困ってます、困ってます。さっきの袋が似てた。でもハリネズミにもっと似せられた。ハリネズミにはね、書き方があった、惜しかった、自分書きながら思った、こっちの方がハリネズミ書けるっていうのがあった。こっちハリネズミ、こっちの方がハリネズミっぽくない？ハリネズミ、それか、その絵文字か、ハリネズミ、
40分しかない、あとこんぐらいだ。変換アダプターがないの、そう探してるんだけど、ネットでもあるのかな、わかんない、誰か本当に教えてほしい。 USB からイヤホンジャック探してます。サメ書いてないね。でもサメは簡単だから私にとって。でーでん、サメ簡単だから私にとって。でーでんでーでんでれれれでれれれれれ、え、なんだっけ、ジョーズの歌なんだっけ、ジョーズの歌どんなんだっけ。あーもう距離しか出てこない。ジョーズの歌ってどんなんだったっけ。うわー、ジョーズの歌思い出したい、やばいやばいやばい、ジョーズ思い出したい。ちょっと待ってて、サメ描いたやん、イルカって言ってたけど、あれはイルカです。マヤハさんに聞いたんよ。でもマヤハさんはもともとイヤホンジャックのやつだらしくて、先っちょが。だから今サーヤのルーム見てたら P が滑舌良くなったって褒めてた。嬉しい。ずるい、そのサメ。これが一番サメってわかるからさ、しょうがないじゃん。私だってさ、サメ本体書きたかったよ。書きたい気持ちやばやばだったけどさ。え、ハッシュタグアメールしとく、ありがとう。なんかね、あの純正のアダプターダメだったの、アップルの。ダメだったんだ、つらい、つらぴきえん。ジョーズのってどんなんだっけ、音楽。ちょ、思い出したい、思い出させて。え、ジョーズの音楽ってないっけ。え、あれジョーズの音楽ってないっけ。え、ジョーズの音楽絶対あるって。どこ、どれ、ジョーズの音楽。え、ジョーズの音楽ないっけ。何回言うねんって感じよね。うるせえよって感じだよね、ごめんね。でも気になったらさ、もう止まらないんだ。上手。あ、あった。あ、メインテーマ。あ、ドゥルンか。やっぱこれでなんだ。ドゥルン、ドゥルン、ドゥルルル。これか。え、これしかないの？これか。ケーブルの先はパソコンつなげる USB のタイプのやつです。そうです、そうです、これじゃん。ドゥルンドゥルンドゥルルルルルーラ。上手はこれだった。で、むしろ私恐竜描きたいわ。恐竜描かせてくれ。恐竜描きたい。急になったらすぐ調べるのっていいと思う。ありがとう。でーでん、恐竜描きます。え、恐竜ってさ耳あったっけ。ないよね。でも恐竜はね自信あるんだ。いや、弾けてますよね。なんで、と、なんだっけ、なんとかなんとかですよ、これ。ティラノサウルスも描こうね。これティラノサウルス？これがティラノサウルスじゃないよ。ティラノサウルスはね。これがなんだっけ、ティラノサウルス。トリケラトプスだ、これトリケラトプスで、これが恐竜。あ、あのあれです、ティラノサウルス。あー、ユニバ行きたい。かわいい、ありがとう。ドゥドゥルドゥドゥルルルルドゥドゥドゥ
ドゥルルドゥドゥルル、え、すごい12位の方上手になってる。私これ書きたい。ドゥ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 ルルルルルドゥ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 ルルルルドゥ。待って、ユニバ行きたい、死ぬほど行きたい。ドゥ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 ルルルルルドゥドゥってめっちゃサメ、めっちゃユニバ行きたいわ。うわユニバ行きたい、ユニバ行きたい。やばくないこれ、これはやばいわ。うわ、うまくない。ありがとうございます。アバター変えた甲斐があった。ありがとう、そうそう、嬉しい、いい絵が描けた。やばい、私これでこんぐらい残ってんだけど。安否が可愛いの理解した、ありがとう嬉しい、そう言ってもらえて。可愛いだけじゃない、川端アンナです。どうしよう、そんなこと言っちゃった、汗汗純正のものでもあるっぽい気がする。マジ教えて。ユニマンの地球儀むずいよな、地球儀むずいよな。我らの日本、ぽーい、ぽーい、我らの地球、よし、香川かけるやん。え、香川県もマジうまいよね。香川県書いてほしい、ありがとう。香川県これです。ライトニング？わかんない。日本地図勉強会、ありがとうございます。カメラアダプター、そう、カメラアダプターはダメなんですよ、悲しい。滋賀県書いて、それはちょっとむずい失敗したらダメだよね。竹松さん、スペシャルクッキーありがとう、ありがとうございます。パイナップルがいる、パイナップル書こうかな。アーピア、絵が上手だね、優しい、そうやって褒めてもらえて幸せだよ、ありがとう。高松市書いてください。高松市に住んでないからわかんないです。北海道は？でっかい道、こんなん、うまくない？うまいと思う、北海道。あ、小豆島かけてね、そうだよね、ごめん、小豆島足すとこ、怖い怖い、どこ、怖いよ、小豆島かけ足しとかないと怒られちゃう。ちょうどしました、ミニオンはね、北海道なんか細いやん。自転車書いてください。ペダルこいでる、
ペダルないね。ペダルないけどあるよ。あるよ。あるある。ペダルあります。書いた方がいいかな。まあ、いいやいやいや。船。あ、いいね船。あ、ヨット書いちゃった。どうしよう。あら、ヨヨット。あらヨット。ヨット書いちゃった。どうしよう。これじゃ瀬戸内海渡れないかな。船って言われたのね。でもね、船も書けるんですよ。私天才だから。船だって書けちゃう。ヨットで風を待つ。風を待とうこの岬で。音符書けました。書いたよ。すごい天才。ありがとう天才。また褒めてどうしよう。あとこの枚数何書けばいいかな。猿書いてないから。カーコこの岬で。ウキー猿。東京タワーむずいって。アンプみたいに絵心ある人になりたい。みんな聞いた、絵心あるって。全部 T シャツしてほしいありがとう。売れる。あ、赤鬼。これか。赤鬼。じゃあ角は2本にしよう。パンツはなんとか。パンツ強いぞ強いぞ。ライトニングコネクタ式 USB ポート。よし、スクショしとこう。給電が必要みたいだね。どういうこと？そう、岡山県も住んだことあるしね私。丸友ちゃんクッキーありがとう。ありがとうございます。アバターからちょっと探そう。え、いい羊いた。めっちゃいい羊いた。この羊真似ていい？著作権的にアウトなのかな。まあここは内緒にしといて。めっちゃ可愛い羊かけた。めっちゃ可愛い羊じゃない。豚、豚描いてないね。確かに。ありがとう。ありがとう。タン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 。宮殿の梨あり。へえ。ありがとう。こんばんは。このアバターなんだろう。なんだろうそれ。カバー？カバーですか。あ、いい。トラいた。トラ。トラを描いてってあったけどさ、トラむずくてさ、どうしようって思ってたけど、いた。トラ。島次郎みたいになった。どうしよう。恥ずかしい。どうしよう。島次郎になっちゃった。結構島次郎。え、どうしよう。島次郎じゃない。島次郎すぎて気まずい。どうしよう。島次郎じゃないのに。どうしよう。どうしよう泣いちゃう。
どうしよう、島白すぎた。33分、やばいやばいわ。あとはなんかいるかな。島白成分強かったね。どうしよう、でもこれは普通にトラだからトラって書いとこう。島白じゃありません、トラって。検閲の人に分かるようにトラって書いとこう。検閲の人もねびっくりするだろうか。島白すぎるわ、やばい。大津さんマシュマロありがとう。トラって書けばね許されるよね。そうだよね。あと何かいないですか。牛、牛むずいって。でもね私このこれちょっと喉が鳴ってた。これを見たので大丈夫です。絵文字を見たのでうまく書けます。ほら、焼肉食べたいって書いとこう。牛うまいよ。蛇書いてない、そういや蛇書いてない。どうやって蛇書いたらいいんだろう。え、蛇大変、蛇が大変なことになっちゃった。なんかアヒルみたいになっちゃった。アヒルにしよう。なんか蛇書いたつもりなんだけどアヒルになっちゃった。アヒルになっちゃったんだけど、どうしようみんな。え、めっちゃアヒルじゃない見て。グワッグワッって書いとこう。アヒルになっちゃった。めっちゃうまいアヒル。アヒル普通にアヒル描くよりもうまく描けたよ絶対。ねえ、ヘビに食べられたっちゅうのはアヒルとか言わないで。牧場行ったら焼肉食べたくなっちゃうね。嘘だけど。ミニバードさんクッキーありがとう。待って、絵柄見ないでよ。コアラ描いた。でもこんな可愛くコアラ描いてないから描かせていただきます。あ、こういうことか。コアラはこうか、お花がこうなのか。可愛くコアラ描けました。意図せずにちゃった場合は著作権大丈夫です。あ、よかった。意図せなかったら大丈夫だよね。足いらんやろ。え、足いるやろ、アヒルいないけ。アザラシむずいって。やばい、多分アザラシやばい。私アザラシやばいです。い、大丈夫、アザラシ描いたらやばいと思うけど描くよ。待って、アザラシは無理だからクジラにするわ。え、マジ天才なんだけど。クジラだったらこんなにも上手に描ける。クジラだ。途中で変えられるのは天才。そうなんだよね、天才なんだよね。アザラシこれか。あ、ラクダ、ラクダね、ありがとう。大丈夫そう。ラクダはラクダ。路線変更できるぐらい上達したんですよ。これは完全ラクダ。ありがとうございます。ギリラクダ。でもラクダだもんね。耐えてる耐えてるレベルなの。
待って、みんな半分余裕で超えてた。やばいやばい、今日中に、え、配信中に終わらせたくない？この感動みんなと分かち合いたい。いや別に分かち合いたくないって。そっか。え、次は次は、なんか欲しいものちょうだいよ。背中で持ち合えただけだよね。やめてよ、コブだってば、コブだってば。イモムシ？あ、私ね、おむしちゃんっていうキャラクター持ってるの。それ書くわ。モンシロチョウの幼虫です。なんかお腹空いた気がする、やだ。ちょっとね、かすれそうになったか、ハート書いちゃった。おむしちゃん覚えてください。カッパ私得意だよ。カッパ得意です。やっぱね、未確認生物が好きなのでカッパは得意。まああのね、イモムシは書けないから。イモムシじゃないわ。うんと、ね、あれは書けないけど。カンパーン、めっちゃうまくない？めっちゃうまいやろ。正解がないから得意なんだよね。土の子描けないんだよね。土の子描けないの。でもまあ想像で描くわ。土の子、土の子だよ。やめられない、止まらない。カッパエビちゃん、カッパいいっしょ。カッパ上手なんよ。安定のカッパ、カッパちゃんっていうねキャラクター持ってたから、私さ書かなくなったし、どうなんか忘れちゃったけど、3,4,5,6,7,8,9,10 以下。イカは、イカが、1,2,3,4,5,6,7,8 タコだよ。タコ、ネッシー。白鳥、鹿とか描けるけどな、私鹿描けます。わ、トナカイになっちゃったかも。これトナカイだわ。トナカイにしよう。トナカイのいいひらがなしちゃった、恥ずかしい。トナカイ鹿じゃなくなっちゃった。ラッコ描いたよ。安否の絵どれも可愛くて好き、ありがとう。なんか可愛い、なんかっていらんくない、可愛いでよくない。サンマ、サンマ描けます。サンマ好きだよ私。ドゥ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 、サンマサンマ、ドゥ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 、サンマサンマ、ドゥルルルルルルドゥン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 。ヒラメってどんなん？
わからん。カレーもわからん。マンボウ。クラゲ書いた。マンボウどんなん、わからん。タイね、タイかけます。なんか謎に O つけちゃった。まあいいか。タイ。毎日毎日僕は鉄板の横のペンギンね。なんとか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 、毎日毎日僕らは鉄板の上にいるんだ、なんとかなんとか。ペンギン。やらかした、これもしかして胴体描いたことでやらかした。そんなことないよね。そんなことないよね。サメはね、描いたやん。描いたやん。ペンギンは見なかったにします。見なかったことにはしないで、上手に描けてたって言って。ペンギンの癖強すぎて笑顔になった。笑顔になったらよかった。借り話してるか何かだよね。え、うんうん、そうだよ。うん、新種が、え、あ、そうそうなんだよね。ペガサスむずいて。可愛いと思う。ありがとう。お、お、ペンギンの服着てんじゃん君。胴体までペンギンかけるようになるかも、これで。あ、ピシッポ効果。ペンギンです。やっとペンギンかけた。これがペンギン。最高級のペンギン。最高。急に上達したでしょ。だしょだしょだしょ。グッド、ありがとう。え、待って、あと4枚どうしよう。おりこちゃん書いとこう。一旦レアおりこちゃんを2枚入れとくね。1枚書いたから2枚目。ありがとう。 ST チャンネル面白かった、嬉しい、そう言ってもらえて、見てくれてありがとう。ミラベできるんよ。高健さんいつもありがとう、ありがとう。8。あ、待って、くしゃみでしょ、ちょでしょって言っちゃった。またちょっと待ってて。出ませんでした。で、何書くって言ったっけ。8ね。8かけます。ブンブンブン、蜂が飛ぶ、お池の周りに蝶々が回って、ブンブンブン、蜂が飛ぶ、ブンブンブン、蜂が飛ぶ、ブンブンブン、蜂が飛ぶ。あと2枚だよみんな。2枚だ。花粉症なんです。そうなんです。蜂の歌、蝶々出てきた、あかん。蝶々書こう。
うんま、蝶々、蝶々うま、バタフライ、蝶々なんて書こうかな。うーおー、もう悲しい、この時間最悪、この時間好きじゃない、お腹鳴っちゃう。うまい、ありがとう。文字多めにしといた。最後の一枚、最後の一枚何がいい？あ、見ないで絵柄、見ないで絵柄、見ないで、なんで見るの、見ないで、ないしょ。てんてんてんとうむし、てんとうむし書いてない、てんとうむし書きます。ありがとうございます。アンプ見てて絵柄見逃した、よかった。テントウムシかわいい。ちょっと待って、ちょっと鼻水、もう本当に花粉症って辛いですよね。トゥ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 、はい、ということで、なんとなんと生写真が書き終わりました。ありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって書き終えたことをすごく嬉しく思っております。あのこうやってあのちょっとね、早めにちゃんと終わらせて臨みたいっていう気持ちだったので、こう無事に終わらせて、皆さんのおかげで無事に終わって、たくさんの絵のアイディアをいただけて、メッセージもね、たくさんアイディアいただいて、いろんなメッセージがありますので、誰がゲットしてくださる方、ゲットしてくださってくださる予定の方、楽しみにしててください。明日はどれが当たるのかも楽しみにしててください。アンピア偉い、ありがとう、お疲れ様、ありがとう、感動ありがとう、配信の尺ぴったり、ナイス、私天才、イエーイ、偉い、偉すぎる、ありがとう、お疲れ様でした。よかった。明日ね、こっち側の表側の絵柄もどんな感じなのか楽しみにしててください。チラチラ見えてたかもしれないけど、いい感じ、配信時間残った、ちょうどいいよな、ベストタイミング。ということで、これを持っていくのを忘れないっていうのがね、次のミッションなので、持っていくのを忘れないようにカバンにしっかり入れていきたいと思います。ということで、袋に入れましたので、ハリネズミと言われた袋は誰に届くのか、どっちです、わーわーわー、ワク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 。ということで、なともさん、グレート、ありがとう、グレート、忘れたら最悪どころじゃないからね、もういろんな方に見えかけちゃいますね。もうタクシーで取りに帰らなきゃ、自費かな、やば、つらっ。はい、ということで、今日はそろそろ終わりそう、終わりそうというか勝手に終わるんですけども、皆さん本当に今日公演ありがとうございました。ぜひ DMM の配信でぜひ、見てくださると嬉しいなと思います。後ろが楽しみですね、私の絵柄も楽しみにしてて、私写ってるから。今日はありがとうございました。14日仕事抜け出していけたら走ってく、ありがとう、名刺渡したい。後ろも楽しみ、そうね、もうだよ、もうみんな、もう忘れないで、もうつけて、何でも今日も可愛いって言うの、分かった、使ってください、これ、これ便利です、今日は今日もっていう言葉気をつけてください。表裏どっちも楽しみになる、そうなんですよ、ありがとうございます。はい、1万人、わあ、1万人の方見てくださりありがとうございます。
最後に、私のアピールしとこうかな。今日はこんな髪型をやってみたんですけど、こういう髪型見たいよって方ありましたら、ぜひ次の公演は、次の公演はそうですね、髪の毛は何がいいかね、みほりに行こうかな次は。でもその次もね公演ありますので、ぜひこんな髪型見たいよとかぜひ言ってくださったり、あ、ストレート好きだし巻き好きだよとか、ストレートの方が好きだよ巻きが好きだよとかあると思うし、この髪型次はしてほしいなとか、ぜひあったら教えてほしいです。いつも可愛いで、ありがとう。あとツイッターのフォローもお願いします。ツイッターも何かとあれば、更新しておりますので、何かとあったらぜひご確認ください。メイン&画伯ではありませんよ。今日は楽しかったです、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで公演もたくさん楽しいが詰まっててよかったです。1680円ぐらいのものでいけるかもしれんってやつ見つけたけど教えて。ハッシュタグアンメールでね、メールの返信見ております。ハッシュタグアンピーズを見てます。ハッシュタグアンピーズは配信のまとめだったりなんかいろいろ活用してください。ハッシュタグアンメールはメールの返信なんですけど、何かあればね、なんかね、ぜひハッシュタグアンメールとかハッシュタグアンピーズで教えてください。ハッシュタグアンピーズは1日に2回ぐらいしか見てないです、正直な話。まとめて見てます、ハッシュタグアンピーズは。ハッシュタグアンメールは定期的に1時間に1回以上見てます。なんかそれは嘘かも、まあ、まあ時と場合によるんですけど、ハッシュタグアンメールはメール送られてきたなって思ってから10分後とかは見たりとかしてます。実はおはよう、おはよう。今日の最強の可愛さで公演もめっちゃ楽しかった、よかった。ツイッターで髪型言ってみます。え、言ってくれてたよね、前、その前に見たよ。はい。そしてホワイトデーポイント37万ポイント達成ありがとうございます。15日までなんですけど50万ポイントを目指しております。あともうちょっととは言えないですね、言えないですけど、ここまで来たからには達成したいので、ぜひ皆さんクッキーください。無料のクッキーチャレンジからゲットできるのでください。安否にください。よろしくお願いします。レイリコさん、初見ありがとうございます。 SG48 2期生の川端奈です。ホワイトデーの達成はポイント達成でいいの？ホワイトデーの企画は50万ポイント達成を目指してます。15日まで、今日11日で、明日でも、明日もうちょっとで12日になるので、12、13、14、15で、あんまり14はできるか、うん、配信できるか分かんない、どんぐらいできるか分かんないけど、明日とかもたくさんできるからぜひお願いします。お疲れ、ひろしゼロさん結婚してありがとう。あらに声つけたぞ。キャンペーン達成貢献できるように頑張ります。もういっぱいありがとう。クジラ、クジラじゃない、クラゲ、ブロージクッキーありがとう。もっと見たい。15日までなのでまだ日にちあるっちゃあるけど、ちょっと膨大なポイント数なのであれなんですけど、最近の返事愛に声が多い気がする。だって愛に来てほしいんだもん。なんて言ってほしい、じゃあなんて言ってほしい。今日は多分満面の笑みで寝てると思う。いいね、ニコニコして寝てください。皆さんいい夢見てください。今日も夜まで見てくださりありがとうございました。会いに行きますって言ってほしい。福岡に、うん、会いに来い。おー、会いに来い。すげー、会いに来い。すごい、マーボーさんのコメント、会いに来い、いいね。皆さんの思い私に伝えに来てください。待ってます。じゃないと伝わらない思いだってあるから、待ってます。最近ちょっとなんか路線変更してるみたいに見えるけど、最近テンションおかしいんですよ。助けて、ネジがどっか行ってます。瀬戸内行けないのこの配信で待ってます。ありがとう。でもいつか来てください、瀬戸内にも。好きすぎて好きすぎて好きすぎて。配信楽しみました、アンナ殿、よろしゅうございます。
よかったでございます。ケンタのネジ飛ばしていかない、はめていく。残り2分、やばい、壇上読めます。13位、30点、12位、おかっぴ、11位、腹痛です、お腹撫でてください。10位、たかけ、9位、ドラ、8位、しおり、7位、なおとも、6位、よしこくくん、5位、まるともちゃん、4位、みさら、3位、大阪ひろしだよさん、2位、アスパラ、1位、えりちゃん、マカロンタン、ありがとう、えりちゃん大好きだよ、ありがとうございました。直接皆さん会いましょう。いっぱい会える機会、3月たくさんあるので会いに来てくださると嬉しいです。たくさん思い出作っていきたいです。公開のない9枚目シングルにしていきましょう。もう9枚シングルまだ発売されてないけど、もう始まってるのでね、ぜひ安否のネジもらいに行きますね。やだ、外さないで、はめて、私のとこ戻してということで、ありがとうございました。明日オンラインお話し会とかがもろもろ、通所とかサイン会とかありますので、楽しみにしてます。会いに来てくださる方、よろしくお願いします。たくさん盛り上がりましょう。押し増しも使えるので、ぜひ、なってます。明日も塩対応ならもう来ないですね。なんでそんなこと言うの、塩対応してないのに。もう愛しかないんだ。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、いい夢見ましょう。バイバーイ、早く寝てね、バイバーイ、おやすみ、またね、バイバイピーヤー、ゆっくり寝てね、いいよ、早くお風呂入って早く寝ような。私だけはお風呂入ってないの、まだ。早く寝よう、みんな。5時、あ、5時じゃない、3時までには寝ます、絶対に。目標3時ね。全然寝れないかな。